皆さんおはようございます。大です。現在私は JR 日根野駅に来ています。今回この動画は JR で唯一ここだけで走る種別関西空港線のシャトルに乗ってみたということでお届けしていきます。日根野関西空港間を結ぶ JR 関西空港線は大半の列車が天王寺大阪方面との直通列車になっています。しかし早朝深夜には吹田総合車両所日根野支所の出入庫を兼ねた関西空港線完結の列車が数本運転されています。関西空港線途中駅は臨空タウンしかないので本来であれば種別は普通になるはずなんですが、空港アクセス路線ということもあってか JR で唯一関西空港線だけはねシャトルという特別な種別を使っています。この後関西空港から私飛行機に乗るということでちょうどいい機会ですのでね、実際にシャトル乗ってみようと思います。ということで JR 日根野駅の切符売り場にやってきました。今回もすでにね乗車券を持っているんですが、ちょっとね運賃表を見ていこうと思います。現在いる日根野駅っていうのがこの赤いところです。阪和線であればね隣の駅まで130円、2駅隣でも160円になっているんですが、関西空港線を選択するとですね、隣の駅初っ端から350円と少々高くなっているんですよね。これどういうことかというと、関西空港線には加算運賃が適用されているためです。営業キロプラス臨空タウンまでは160円、関西空港までだと220円加算されるんですよね。たった2駅なのに460円と結構高くなっています。それではね、日根野駅の改札口より入場していこうと思います。今回使う切符はこちら、青春18切符です。青春18切符は自動改札を通ることができません。有人改札に提示し、3回目にね、入居をもらって入場していくことにしましょう。すいません、3回目に入居をいただけますか？はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今回乗車する JR で唯一ここだけでしか走っていない種別っていうのが、一番乗り場から5時34分発のシャトル関西空港行きです。駅のね案内表示も普通ではなくしっかりシャトルと案内されているんですよね。いやーこれはすごいですよね。 JR 日根野駅の 1,2 番乗り場へやってきました。乗車するシャトル関西空港行きは1番乗り場から5時34分発、まだ列車は1番乗り場に来ていません。この後ね吹田総合車両所日根野支所より回送列車で入線してきます。シャトル日根野関西空港間の短い距離なんですが、列車8両で運転なんですね。いやこれはなかなか面白いですね。ホーム上にある日根野駅の発車時刻表です。左側が天王寺大阪方面、右側上段が和歌山方面の阪和線、そして右側下段が関西空港線のものです。今回私はね関西空港線に乗っていくのでこちらを見ていこうと思います。関西空港線には主に2つ種別があるわけです。赤字というのが関空特急のはるかです。夜の時間帯に走っていますね。でそれ以外が黒字、各駅に停車と書いてあるんですが、これほとんどがね関空快速になるものです。関空快速はね関西空港線内各駅に停まる列車になっています。ただね早朝の時間帯になぜか黒縁があるんですよね。平日は2本、土休日は1本です。これ何かっていうと当駅始発の列車です。当駅始発の列車括弧でシャトルと書いてあるんですが、その列車がねシャトル便となっているわけです。早朝の時間帯にしか走っていないんですね。
日根野駅一番乗り場には5時34分発 JR で唯一関西空港線でしか走っていない種別シャトルの関西空港行きやってきました。こちら JR 西日本の225系です。しっかりね、前面表示にもシャトルと案内が出ているわけです。側面表示は種別が幕式、行き先が3色 LED になっています。行き先のね、幕見てみるとしっかりシャトルの案内が出ているわけです。いやー、これはすごいですよね。それでは早速関西空港行きのシャトル、 JR でここだけしか走っていない種別乗車していきましょう。車内はこんな感じ、転換クロスになっています。ただね、進行方向右側が1人掛け、左側が2人掛けになっているんですね。車内にはしっかり LCD が付けられています。 LCD ね、種別のところを見るとしっかりシャトルになっているんですね。発車3分前に大鳥方面からね、和歌山行きの阪和線やってきました。5時34分、日根野駅をシャトル発車していきます。日根野発車をすぐに関西空港線が高架へ上がっていく形で阪和線と分かれしていきます。その際にね、奥側には吹田総合車両所の日根野支所があるわけです。日根野を発車したシャトルは関西空港線を走行していきます。関西空港線はね、日根野駅を除き全ての区間が高架化されています。しかもね、線形がかなりいいということでね、爆走していくんですよね。発車後しばらく走行すると南海本線を立体交差し、南海空港線と合流するわけです。日根野を出てから4分やってきたのが唯一の途中停車駅、臨空タウンです。この臨空タウンはね、南海空港線との接続駅になっており、ここからね、関西空港までの間は南海と JR の共用区間になるわけです。臨空タウンでもね、表示はしっかりシャトルになっているんですね。5時38分、臨空タウンを発車していきます。ここからね、南海空港線との共用区間ということで線路が合流するんですよね。私鉄と JR がね、単線並列っていう形はよく見る形なんですが、まさかのね、線路を共用するんですよね。なかなかこれは面白いです。関西空港っていうのは大阪湾に浮かんでいるんですよね。ちょうど奥に見えるあちらが関西空港です。そのためね、列車は臨空タウン関西空港間で海を渡っていくわけです。いや、これはね、加算運賃取られてもしょうがないですよね。それだけの設備があるわけですからね。関西空港が近づいてくるとですね、左側には飛行機が止まっているのが見えるんですよね。しないということで関西空港へ到着前に分岐します。臨空タウンを出てから11分、やってきたのが終着駅の関西空港です。乗ってきた225系は折り返し5時54分発関空快速
大阪京橋行きとして運転します。 JR で唯一関西空港線のみ運転されている種別、シャトルに乗ってみた動画いかがだったでしょうか。日根野からは早朝、関西空港からは深夜に運転されているためなかなか乗りづらい種別ではあるんですが、 JR でこの関西空港線でしかシャトルという種別は運転されていないので、皆さんも興味があればぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。